りベースを抑えて正解だったな。メロディーが際立ってる。真冬が書いてくれた詩にもハマりそう。あとは C メロは。そろそろ落ちるね。あ、わかった。え、うん。もうちょっとくらいいいんじゃない？今日の分の作業は終わったし、お母さんが心配するから。その代わり、明日は早めにログインして作業しようと思う。わかった。じゃあ私も少し早めに次のでもあげておくね。本当？うん。あとは細かい調整だけだし。わかった。待ってる。あ。真冬は奏たちと曲を作ってる時は安心した顔をしてるから。じゃあまた明日。うん、おやすみ。まだ真冬を救える曲は作れてない。でも一緒に曲を作るこの時間が真冬のためになってるのなら作り続けよう。それでいつか絶対に。じゃあお母さん、行ってくるね。解けるのが楽しくてつい夢中になっちゃって。今日は早めに休むから大丈夫。それじゃあ行ってきます。私はやってみたいの、音楽を。問題が解けるのが楽しくてつい夢中になっちゃって。
できそうだったな。やっぱり私のことはわからないみたいだったけど、少しでも話せてよかった。よし、帰ったら曲の続きを頑張ろう。デモも早くあげられてよかったな。真冬もそろそろ帰る頃だろうし。ん？なんだろうこの通知。ナイトコードのフレンド申請。このフレンド申請、なんだろう。誰かが間違って送ったのかな。あ、メッセージがついてる。これ。真冬のお母さん？どうして私のアカウント。そういえば真冬お母さんにパソコンを調べられてたって前に言ってたっけ。もしかしたらそれで見つかったのかも。無視はできない。ここで無視してもきっと意味ない。お母さんに何か聞かれて真冬がもっと苦しむことになるかもしれないし。はじめまして、25時ナイトコードで作曲を担当しています、 K です。いつもユキさんにはお世話になっています。お願いとは何でしょうか。でしょうか。私が知らないだけで夢があるんだとしたら。お父さん見て。ん？どうしたんだい。この前作文の宿題が出たの。将来の夢ってテーマだったんだけど、私お父さんみたいな作曲家になりたいって書いたんだ。え？僕みたいな？うん。先生にも、私は音楽の成績もいいし、きっとお父さんみたいになれるよって言われたの。そうか。僕もそう思うよ。でも、そのためには音楽以外の勉強もしっかり頑張らないとね。ああ、うん。そうだね。でもその時間も曲を作るのに使えたらいいのにな。社会とか生物とかそういうのは音楽に関係ないと思うし。まるで関係ないっていうことはないよ。いろんな知識を持っていると作れる音楽の幅も広がるからね。僕も仕事をしていてもっと勉強していればよかったって思うこともあるんだ。そうなんだ。ああ、
だから奏も作曲家になる夢を叶えたいのならたくさん勉強しておくといいよ。きっと奏の人生の力になってくれるはずだ。真冬のお母さんの言っていることはわかる。今が大事な時期っていうのは本当だろうし、でも分かった、待ってる。今ニーゴの活動をやめると真冬は、すみませんが私から何か言うのは難しいです。ユキさんが一緒に音楽活動をしたいと言ってくれている限り、私もそうしたいと思っています。メッセージが止まった。あ、何か書いてるみたい。ユキさんが辞めることを望んでいないのであれば、私からは何も言えません。すみません。真冬のためにはこれでいいはず。きっとこれでいいはずだよね。真冬のお母さんと会う？はあ、勉強する前に少し作業しようかな。奏、夕方までにデモをあげるって言ってたし、パソコンを机から出して、あれ？パソコンをしまってた場所が少し違う。どうして？あ、ありがとう、お母さん。ねえ、お母さん、今日パソコン使った？大丈夫だよ。でもごめんなさい。できればなんだけど、もうパソコンは見ないでほしいの。必要なファイルが間違えて上書きされたり消されたりしたらいけないし。お母さんがそんなことをするなんて思ってないよ。でも学校で出されてる課題のファイルもあるし、それがなくなったら大変だから。お母さんに気づかれた。きっとニーゴのことも
全部。どうしよう、どうしよう。まだニーゴでみんなと一緒に曲を作りたいのに、音楽をやっていたいのに。でも母さんは私のことを思って言ってくれてる。思って言ってくれて、私のことを思ってくれてるんだよね。そしてみんなは仲良く一緒に遊びました。エナがくれた絵本面白かった。奏たちは新しい曲を作ってるのかな。次はどんな曲なんだろう。楽しみだな。え、なんだろうこの気配、もしかして。お前か、この世界のミクか。あ、あなたはカイト？ああ、ここは何もない世界だな。最初は何もなかった。だけど今の真冬には私たちも奏たちもいる。真冬、それがこの世界の持ち主の中。どうやら俺はそいつに呼ばれたようだな。もしカイトが真冬に呼ばれてきたのだとしたら、真冬に何かあったの？真冬？ニーゴの活動が将来のためになるかって言われたらわからない。でも今の真冬はニーゴで曲を作りたいって思ってる。それに私たちと曲を作ることが本当の真冬を見つけることにもきっとつながってる。だからやっぱり今音楽活動をやめさせるのは真冬のためにはならないと思うけど。みんないる？いるよ、作業始めてる。お、じゃあボイチャしよう。ケイはいるのかな。あ、もう25時間。ミュート外して。ごめん、いるよ。お、ケイお疲れ。お疲れ様、ケイ。新しいデモ聞いたよ、すっごくよかった。うん、ユキが少しでも作業できればいいなと思って。うんうん、ユキもきっと喜んでると思うよ。そうだといいな。ケイ？
なんか元気なくない？あ、うん、ごめん、遅くなった。あ、ユキ、新しいデモすっごく良くなかった？動画作るの今から楽しみだよ。そうだね。でもユキ、ごめん、しばらく一緒に作業できなくなる。え？作業自体はできるから歌詞は作れるけど、しばらくはログインできないと思う。なんで？お母さんに気づかれたと思う。あ、どういうこと？データとか隠してたんじゃないの？隠してたんだけど、私のいないうちにまたパソコンを見られてて、多分歌詞やナイトコードも見つかった。それで作業するのやめろって言われたの？直接的には言われてないけど。やっぱり真冬もお母さんに何か言われたんだ。このままじゃ真冬は。でもやめさせられるわけじゃないんでしょ？本当にそれでいいの？あんたは今はしばらく来れなくなる。だけどちゃんと戻ってくる。ユキ、いつになるかはわからないけど。わかった。じゃあ僕たちも待ってるよ。ありがとう、ケイ。え？でも、ありがとう。少し時間かかるかもしれないけど、必ず歌詞を送るから。真冬。うん、待ってる。それじゃあ。パソコン覗いてたって言ってたけど、やっぱり僕たちのこと調べてたのかな？絶対そうだと思う。私、前に真冬のこと家に連れてったことあるでしょ？あの時に言われたんだよね。一緒に音楽をやってる子って。ほら、真冬って音楽やってることを親に言ってなかったでしょ。だから多分真冬のお母さんは誰が真冬と音楽やってるのか調べてたんだと思う。誰か、あ、ケイ大丈夫？あ、うん。真冬が心配なのはわかるよ。僕たちも。あ、違うの、それもあるんだけど、その真冬のお母さんから連絡が来たんだ。え？ごめん、今日相談しようと思ってたんだけど。いや、それは大丈夫なんだけど。真冬のお母さんからってどういうこと？なんて言ってきたの？真冬と音楽をするのは控えてほしいって。それと、
それとどうしたの？あ、うん、なんでもない。そっか。それで K はなんて言ったの？私は真冬が望んでることだから、私からは何も言えないとしか返せなかった。でもそしたら一度会って話さないかって返事が来たの。え？真冬のお母さんと会うっていつ？今週の日曜日だから明後日かな。明後日、結構すぐじゃん。っていうか大丈夫なの？さすがに何かされるとかはないと思うけど、これだけ僕たちのこと探してるんだし、何言われるか分かんないよ。うん、分かってる。私もさっきまで少し迷ってたんだけど、今はしばらく来れなくなる。だけどちゃんと戻ってくる。真冬に関わることだから行かないといけないと思った。それに真冬のお母さんの言いたいことも知っておきたくて、これから先の真冬のためにも。ケイ、じゃあ私も行く。え？このまま黙って待ってるなんて絶対嫌。直接文句言ってやらないと気が済まないし。僕も行くよ。真冬のことは心配だしね。二人ともありがとう。でも私だけで大丈夫。ちゃんと話してくるから安心して。でも真冬が心配な気持ちはわかるよ。でも二人は行かない方がいいと思うんだ。もし話し合いがうまくいかなかったら真冬と会えなくなるかもしれない。だから直接顔を見られるのは私だけの方がいいと思う。二人の顔まで見られたら本当に誰も真冬のそばにいてあげられなくなるかもしれないから。ケン、わかった。でも何かあったら連絡して、いつでも駆けつけるからね。うん、真冬のことを思ってるのは僕たちも一緒だからね。うん、ありがとう。はあ、疲れた。欲しかった画材は買えたけど、まさかこんな時間まで歩き回ることになるなんて。ついでにいろんなショップの新作見て回ったもんね。でもいい気分転換になったよね。一人だとモヤモヤしちゃうし、僕も気が紛れたよ。まあね。まさか奏と真冬のお母さんが会うことになるなんて思わなかった。奏、本当に大丈夫かな？心配だよね。私も電話で一回話しただけだけど、なんだか嫌な感じがしたし。嫌な感じか。うん、なんて言えばいいのかな。優しい雰囲気なんだけど、有無を言わせない感じがするっていうか。確かにそうだよね。僕が前に真冬とお母さんの会話を聞いた時もそんな感じだったな。でも
きっと真冬はもっと辛いよね。この前も家に帰りたくなさそうにしてたし、ニーゴの活動ができなくなったらもっとしんどくなるんじゃん。私たちにできることってないのかな。うん、でも難しいよね。人の家のこととか真冬の将来のことにまで僕たちに口出す資格があるかっていうとあれ、あそこにいるのって真冬じゃない？え？本当だ、予備校の帰りかな。ねえ、真冬を呼んでこない？少しだけなら話す時間もあると思うしさ。僕たちにできることはあんまりないかもしれないけど、ちょっとだけでも気持ちが軽くなれたらなって。そうだね。よーし、じゃ僕行ってくるから、エナは席見ててね。ということで、じゃじゃーん、特別ゲストの真冬さんです。もうそんなに騒がなくてもいいでしょ。お疲れ。今日は予備校だったの？うん。そっか、昨日あれから大丈夫だった？飲み物まだ頼んでなかったよね。真冬何飲む？お腹は？紅茶だけ飲む。夕飯もあるから。そっか、じゃあ紅茶ね。ついでに僕も注文しちゃおうっと。エナは何か頼む？え？あー、私はフルーツパフェにしようかな。なんか甘いものが食べたかったし。パフェ？お昼もクレープ食べてたじゃん。そんなに食べると太るよ。いいの、今日はチートデーなんだから。そんなこと言ったらエナは毎日がチートデーじゃん。ねえ、真冬もそう思わない？食べたいのなら好きにすればいいと思う。言われなくてもそうするってば。っていうか瑞希、早く注文してよ。じゃあ店員さん呼ぶね。でさ、今日行ったお店の新作で奏と真冬に絶対似合うのがあったんだ。そうなんだ。そう、二人とも普段は絶対着なさそうなやつだったんだけど、でもイメージ合うし、試着だけでもしてほしいんだよね。瑞希、お店の中でも騒いでたよね。今すぐ二人に着てほしいって。そうそう。ねえ真冬、今度奏も誘って一緒に行かない？一緒に？いつになるかわかんないけどさ、時間見つけて行こうよ。考えておく。今私たちが真冬にできることは何もない。
ごく悔しいし、ムカつくけど、でもせめて今この時間だけは家のことを忘れられるといいな。なんでだろう、予備校から帰るときは胸の奥が冷たかったのに、二人と話してるときは暖かくなる。ずっとこのままいられたら。メッセージ。どうしたの？そろそろ門限だから帰らないと。あ、もうそんな時間なんだ。真冬、大丈夫？うん、少し楽になったから。二人ともありがとう。じゃあ私たちもそろそろ帰ろっか。ちょうど食べ終わったところだし。だね、行こっか。今日はすっごく楽しかったな。またみんなでおしゃべりしようね。うん。ねえ、真冬。お母さんに知られたのは大変だと思うけど、嫌なことはちゃんと嫌だって言いなさいよ。あんたのこと守れるのはあんたしかいないんだから。わかった。このままニーゴで活動できなくなったら、一緒に音楽が作れなくなったら、私は。そうだ、参考書買わなきゃ。お父さん、うん、本屋に参考書を探しに行こうと思ってたんだ。あ、ありがとう、お父さん。しいよ、お母さん。お父さん、いい参考書を買ってくれてありがとう。これでたくさん勉強するね。
それは嫌なことはちゃんと嫌だって言いなさいよ。そのことなんだけど、夜勉強できなくなるのは、その嫌なの。あ、そのやっぱり受験のことを考えるのならもっと勉強した方がいいと思うんだ。狙ってる医大はどこも倍率が高いし、他の子よりもたくさん努力しないと受からないかもしれないから。私は、あ、ダメだった。嫌って言ったのに、このまま。もし本当にニーゴの活動ができなくなったら、私は、もう、私は、うん、やっぱり、ここは落ち着く。何もなくて、静かで、何も考えないで済む。もうこれ以上何もできないのかな、私は。話に聞いた通りだな。お前は本当に、それでいいのか？え？真冬のお母さんと会うのは、明日か。真冬のために、ちゃんと話さなきゃ。でも、今、ニーゴで一緒に曲を作り続ける。それは、今の真冬のためにはなると思う。でも、その先の、真冬の夢を、私は知らない。だから、もし、真冬のお母さんが言ってるように、夢のために、
勉強に集中しなきゃいけないなら何が正しいんだろう。いろいろ考えちゃってダメだ。少しミクに会いに行こうかな。ミク、どこにいるんだろう。あ、ミク、そんなところにいたんだ。かなで、どうしたの？何か。だってもう、どうしようもないじゃない。あの声、あれはカイト。でもどうして。私は嫌って言ったの。音楽をやりたいっていうことも伝えたの。でもそれでも聞いてもらえなかった。これ以上どうすればいいっていうの。うるさい、少し落ち着け。そもそも聞いてもらえないくらいで諦めるなら、お前の思いはその程度ってことだ。だが違うだろ。自分に嘘をつくな。嘘なんてついてない。私は。まあそれでいいなら好きにしろ。だがさっきも言ったが、今のままだと本当の自分は見つからないだろうな。このままでいいのか。いいと思ってないからここにいるんだろ。違うか。私このままこれ以上何もできないと思うなら、思いを殺して生きればいい。それができないなら今みたいに噛みつけ。噛みつけって、お母さんにそんなことできるわけ。そんな悠長なことを言っている場合じゃないはずだ。相手はお前を、お前の思いを殺そうとしてるのに、情けをかける必要があるのか。殺す？違う。お母さんは私の思いを殺そうなんて。いい加減目をそらすのはやめろ。本当は分かってんだろ。お前はただ。違う。違う。お母さんは。あ、真冬。し、逃げたか。カイト。言い過ぎ。真冬ちゃん、苦しそうだったよ。あいつにはここまで言わないと伝わらないだろう。俺はお前たちみたいに甘やかすつもりはないからな。うん。真冬、お母さんに音楽をやりたいって伝えてたんだ。でも、それでもダメだった。私が真冬のために何が言えるのかは、まだわからない。わからないけど、私に伝えられることがあるのなら、伝えなきゃ。今のままじゃ、
真冬は。明日、私が伝えられることを話そう。真冬のお母さんに。真冬が苦しんでることを分かってもらえるように。それがきっと、私にできることだ。待ち合わせ場所はこの辺りだよね。今日はちゃんと話そう。真冬のこと、真冬のお母さんもきっと真冬のことを思ってる。だからきっと音楽ができなくなることで真冬が苦しんでるってことを伝えられたら、少し考え直してくれるかもしれない。だから私も嘘をついたりごまかしたりしないで、ちゃんと話し合って真冬にとって一番いい解決方法を見つけよう。あの人。真冬に似てる。もしかして。もしかしてケイさんかしら。あ、はい、宵崎かなでです。真冬さんにはいつもお世話になっています。今日はよろしくお願いします。ユキの母です。よろしくね、宵崎さん。この間はごめんなさい。チャットで文章を書くのは慣れてなくて、少し冷たく見えてしまったかもしれないわ。いえ、そんな。私もチャットはあまり得意じゃないので。よかった。思ったより優しそうな人だ。それより、宵崎さんは真冬の名前を知っているのね。はい。何度かオフで、実際に会って話しているので。あら。そうだったの。それじゃあ今日はいろいろな話ができそうね。ゆっくり座って話せる場所へ行きましょうか。はい。そんなに緊張しなくても大丈夫よ。ここはとても信頼できる場所だから。でも確かに私も最初来た時は緊張したわ。とっても豪華で何から何まで立派なんですもの。だけど大丈夫よ、すぐに慣れるわ。そうなんでしょうか。だからのんびりくつろいでちょうだい。真冬のお祝い事にはいつも家族でこのホテルに来るの。家族みんなの特別な場所なのよ。ごめんなさいね。真冬のお友達と話せるのが楽しくてつい喋りすぎちゃったわ。ケーキセットでいいかしら。ここのケーキとっても美味しいから、ぜひ食べてちょうだいね。はい、ありがとうございます。それでなんだけど、宵崎さんはいつ頃から真冬とお友達になったの？いつから？だいたい2年くらい前です。そう。普段真冬とはどんなことをしているの？音楽サークルで一緒に曲を作ってます。真冬さんには作詞も担当してもらっていて。あれね。悪いとは思ったんだけれど、
少しだけ見させてもらったわ。曲もとても素敵だったわ。みんなで音楽を作るなんて素敵な趣味ね。ありがとうございます。私もよくクラシックを聴いたりするんだけど、自分で作るということは考えたこともなかったから、真冬が音楽をやっているって知った時は驚いたわ。ああいう曲を作るのって結構大変なんじゃない？あ、いえ、そこまでじゃないです。インスピレーションが湧かない時はちょっと大変ですけど、サークルのメンバーとか真冬さんにいつも助けてもらっています。そうなのね。真冬が活躍しているみたいで嬉しいわ。でもそろそろみんな受験勉強が忙しくなるんじゃない？真冬から聞いたんだけど、同い年の子たちで集まってるんでしょ？宵咲さんも勉強と音楽を両立させるのは大変なんじゃないかしら。空気が変わった。そうですね、受験は全員じゃないんですが、それに私はその受験勉強はしてないので。あら、そうなのね。それなら宵咲さんは大学受験をする気はないのかしら？今はまだ考えられていません。私にとっては受験よりも音楽が大事なので。そう、自分のやりたいことがちゃんとあるなんて素敵ね。思ったより好意的に受け止めてくれてる。だけど背中が冷たい。でもこの前メッセージでも伝えたけれど、真冬にもあなたと同じでやりたいこと、夢があるのよ。医者になるっていう素敵な夢が。医者？それが真冬の夢。そうだったんだ。でも、なんだろう、この違和感。わからないの。毎日生きてるはずなのに、楽しいことも嬉しいことも感じられない。全部人ごとみたい。でも何かが決定的に足りてないことだけ分かって、こんなの言葉になんてできない。真冬は最初、自分がどうしたいのかさえ分からないって言ってた。分からなくて消えたいと思ってた。もしも真冬の夢が医者で、本当にそれが一番やりたいことだとしたら。私は嫌って言ったの。音楽をやりたいっていうことも伝えたの。でもそれでも聞いてもらえなかった。これ以上どうすればいいっていうの？あんな風には言わないんじゃないかな。この人にとって真冬を思う気持ちは本当かもしれないけど。だからね、今日は真冬の夢のためにもう一度お願いしたいと思っていたの。あの子のためにも、せめて受験までの間は距離を置いてもらえないかって。確かに勉強は大事だと思います。でも今の真冬にとって音楽は必要だと思うんです。ええ、勉強には息抜きは大事だものね。それもそうですけど、そうじゃなくて、私は真冬さんが音楽をやりたいって言っていたのを聞いたんです。だから
勉強の合間に少しだけでも音楽をやることを許してあげてほしいんです。それがきっと今の真冬さんにとって。もちろんよ。私もさっき言ったでしょ、息抜きは大事だって。それに受験が終わるまでの間だけでずっと音楽を禁止するつもりはないわ。そうですか。真冬のお母さんは音楽活動を全部否定してるわけじゃない。だったら話し合う余地はあるのかな。私がちょっと先走りすぎちゃっただけ。でもね、やっぱり音楽サークルはやめてほしいと思ってるの。え？私はあんまり詳しくないんだけど、締め切りとかもあるんでしょ？歌詞を作るのも時間がかかると思うし、自分のペースで楽しむ分ならいいんだけれど、活動を気にして勉強に集中できないこともあると思うの。特に真冬は優しいから。今は勉強したいと思っていても言い出せなかったりするんじゃないかしら。でもそれじゃダメなんです。私たちと曲を作ることが真冬に必要だって思うから。あら、どうしてそこまで必要だと思うの？それは、真冬を救うためっていうのはどう言ったら分かってもらえるんだろう。気を悪くしないでちょうだいね。2年間も真冬と一緒に音楽を作ってきたんだもの。あなたも真冬も離れ離れになってしまうのはとても辛いと思うわ。だけどこの際率直に言うとね、音楽もサークル活動もあの子の人生には必要ないと思うのよ。だから真冬のことを思うのなら、あの子にサークルをやめるよう勧めてもらえないかしら。あなたの口から聞いたならきっとあの子も納得してくれるはずよ。違う、やっぱり違う。真冬のお母さんが真冬のこと、真冬の夢のことをすごく考えてるのはわかる。でもそうじゃない、違うんだ。何かが。私が知ってる温かさとは何か。じゃあそろそろいいかしら。真冬と仲良くしてくれてありがとう。サークル活動頑張ってね。このままじゃダメだ。このままじゃ真冬は。待ってください。あら、どうしたの？真冬は前に消えたいって言ってた時があったんです。消えたい？はい。それに自分が何をやりたいのかわからないって言っていたんです。でも今はみんなと曲を作りたいと思う。そんな真冬が私たちと音楽をやりたいって言ってくれたんです。だから勉強も大事だとは思うんですけど、サークルで活動することも許してもらえませんか？お願いします。今の真冬から音楽を取ったら
真冬は。あの子、そんな風に思っていたのね。そうなんです。だから。そうよね、あの子は真面目ですごくいい子だから。きっと学校で嫌なことがあったり、テストでいい点が取れなかったりして落ち込んでしまっていたのね。違う。ありがとう、よいさきさん。そんなあの子の支えになってくれて。次からは私もあの子の話をよく聞いてみるようにするわ。違う。本当に、本当にそう思うのなら、今の真冬の本当の気持ち、本当にやりたいことを聞いてあげてください。そうすればきっと真冬にとってサークルの活動が必要なんだって分かってもらえると思います。それに、どうして今真冬が苦しんでいるのかも。そうね、分かったわ。本当にありがとう、よいさきさん。そうよね、ちゃんと真冬の気持ちを聞かないとダメよね。ちゃんと話し合って、サークルで音楽をやるよりも医者になる方が真冬のために一番いいってことを改めて理解してもらわないと。ちゃんと話し合ったらきっと真冬の苦しい気持ちも消えるはずだものね。この人は、この人は真冬のことを本当は考えてない、考えてるって思い込んでるだけだ。だってお母さん大丈夫？ええ、ごめんね、かなで。今日はみんなでピクニックをしようって言ってたのに、お母さんのせいで出かけられなくなっちゃって。ううん、私はいいの。ピクニックはまた今度できるから。だから早く元気になってみんなで一緒にお出かけしようね。ええ、またみんなで綺麗なお花を見たいものね。ちょっと横になった方がいいよ。大丈夫よ、お父さんのオルゴールを聞けば元気になるから。ねえお母さん、お母さんはお父さんのオルゴールを聞くと幸せな気持ちになるんだよね。ええ、そうよ。お父さんの作る曲はとても優しいから、元気がない時も心が温かくなるの。そうなんだ。だったら私もお父さんみたいな曲を作る。そうしたらお母さんはもっと幸せになれる？かなで。お母さんのためじゃなくて、奏でが本当にやりたいことをしていいのよ。私がやりたいこと？ええ。奏でがお父さんみたいな曲を作れるようになったら、すごく素敵なことだとお母さんも思うわ。でも、奏自身が幸せに過ごしてくれれば、お母さんはそれが一番幸せなのよ。お母さん、うん、あの時お母さんは私のことを一番に考えてくれてた。私の幸せ、
私の気持ちを。でも、でもこの人は違う。真冬を、真冬自身の気持ちを考えてない。少なくとも今私にはそう見える。すみません、それはやっぱり違うと思います。あら、何が違うの？あなたは真冬のことを本当に考えているわけじゃなくて、真冬の気持ちを抑え込んでるように見えるから。あら、心外ね。どうしてそう思われてしまうのかしら。真冬はね、私にとって何よりも大切な子なの。小さい頃からとても優しくて真面目ないい子で、私はあの子を世界で一番幸せにしたいと思っているのよ。誤解されてしまっているのは悲しいけれど、あの子のためを考えているというのは分かってほしいの。だって私は真冬の親だもの。親だから、この人は真冬の親だから、私はどこかに温かいものがあるって思ってた。でも違うんだ。親だからって必ずそうだってわけじゃない。このままじゃダメだ。このままだと真冬はこの人に壊される。自分の思いを殺してお母さんの願いを叶えようとして、そしたら真冬は。今の気持ちをどう表現すればいいのかわからない。私はあなたが真冬のことを心配して音楽をやめさせようとしてるんだってここに来るまでは思ってた。でもそうじゃなかった。どれだけあなたの言葉をちゃんと聞いても、真冬の母親だからって考えても、私はあなたのことを信じられない。だから今決めました。何よ。私はあなたにどう言われても真冬のそばから離れない。そう、残念ね。真冬のことを本当に大切に思ってくれているのなら分かってくれると思っていたけど、そうじゃないみたいね。そろそろ帰った方がいいわ。お家の方も心配するだろうし。わかりました。今日はありがとう、よいさきさん。話せてよかったわ。でも私たちが今日会ったということは、真冬には秘密にしておきましょう。今は勉強に支障をきたすことは避けたいの。私も余計な心配はさせたくありませんし、そのことについては同意です。よかったわ。それじゃさようなら。ああ、それと老婆心だけれど、よいさきさんも自分の将来について後悔しないようにちゃんと考えた方がいいわよ。
胸が苦しい。真冬はずっとあの冷たさの中で生きてきたんだ。助けたい。どうにかして真冬を助けたいけど、私に何ができるんだろう。あの人の考えは絶対に変わらない。でも真冬はきっとあの人が正しいって信じてる。信じたがってる。真冬のお母さんだから。だけどこのままじゃ真冬は。今の私にできるのは、真冬がいつ戻ってきてもいいように曲を作り続けること。それと、今まで当たり前みたいに思ってたけど、私はお母さんとお父さんに深く愛されてた。その愛情を真冬にあげることは難しいけど、真冬がもしあの人と距離を置きたくなったら、私にはそれくらいしかできない。それしかできないけど、もっと真冬のためにできることを考えていこう。じゃあ真冬には奏と真冬のお母さんが会ったことは秘密にするんだ。うん、真冬にこれ以上負担かけたくないから。そうだね。今いっぱいいっぱいだと思うし。まあね、真冬にだけ秘密にするのはちょっと気が引けるけど。でもこれからどうするの？真冬はあんまり来れなくなるわけだし。真冬には真冬がしたい時に活動してもらおうと思う。今までと同じくらい作業するのは難しいだろうけど、今の真冬にはニーゴが必要だと思うから。うん、僕もそれがいいと思う。だけど真冬はこれから大変だろうな。うん、今まで真冬を救うためには曲を作り続けるしかないって思ってたけど、今回それだけじゃダメだって感じた。だから真冬のためにできることを考えていこうと思う。私にできることは少ないと思うけど。奏、みんな、ここにいたんだ。あ、真冬！なんだか見慣れない場所だね。そう、僕たちも今日見つけたんだよね。っていうか、こっちに来て大丈夫なの？うん、そこまで長くはいられないけど、みんなと歌いたくて。真冬、わかった。じゃあ歌おう。おい、カイト？なんでカイトが世界にいるの？さあな、俺を呼んだそいつに聞け。まあいい、それより今から歌うのなら付き合ってやる。え？文句あるのか？文句っていうか、急に来てそんなこと言ったら普通驚くでしょ。どうして？どうもこうもない。お前を今よりマシな状態にするために必要だからだ。まあ
根本的な解決にはなってないかな。カイト、ありがとう。真冬、一緒に歌おう。私も、みんなと一緒に歌ったら、今の真冬の思いに寄り添える気がする。わかった。じゃあ、行くよ。ザムザ。みんな、ありがとう。うまく言えないけど、少し楽になった。そう。ならよかった。僕も、なんか気が引き締まったな。これから、僕にできることをやんなきゃって思ったっていうか。まあ、おとなしく見てるつもりはないしね。そうだね。真冬、私たちは、これからも曲を作り続けるよ。だから真冬も、やりたいと思ったら来てほしい。曲を作るのも、こうやって一緒に歌うのも、真冬と一緒にやりたいと思ってるから。奏、ありがとう。カイトも、また一緒に歌ってくれるよね。そんなことをしている暇があるなら、早く問題を解決しろ。もう、それはわかってるけど、簡単にできないから困ってるんだってば。でも、僕たちも奏と同じ気持ちだからね。ニーゴの歌詞は真冬じゃなきゃって思ってるしさ。そう。だからあんたも、本当にやりたいって思ってるのなら、諦めないであがきなさいよ。うん。じゃあ、戻って作業しよう。真冬は、どうかな。もし、時間があれば。少しだけ、なら。よーし。じゃあ、早く戻ろう。ちょっとでも長くやりたいもんね。それじゃあカイト、また今度みんなでゆっくり遊びに来るから。来るな。あーもう、死を対応なんだから。
でも、また来るから。じゃあね。カイト。なんだ？なんでもない。一筋縄じゃいかなそうだな。ミクたちが来たら、でも聞こうか。真冬も来れてよかったね。今日は町内会の用事でお母さんがいないから。でもあんまり長くはいられない。分かってるってば。それでも来れただけよかったじゃん。うん。本当は一緒に作業できるのが一番だけど、こういう時間もきっと。かなで、ミクたちが来るまで今回のデモについて聞かせて。あ、いいじゃん。私も改めて聞いておきたいな。わかった。まず今回の曲で伝えたいことなんだけど。ふーん。あら、ああ、そうね。はあ。あ。ねえ。ことを確認したかった。え？それは。いらっしゃい。今作ってる曲をちょっと調整してみたから、みんなに聴いてもらいたくて。カイトもよかったら聴いてもらえないかな。そうだな。ああ。うん。むしろそうしてもらった方が助かるよ。じゃあ流すね。そういえば惜しいことしたな。何のこと？奏のブラウス姿だよ。見逃しちゃったなって思って。そんなこと言ってる状況じゃなかったし、仕方ないんじゃない？そうだけどさ、エナだって本当は見たかったんじゃないの？え、それは。ねえ奏、気が向いたらでいいから今度ブラウス着てよ。僕たちの作業モチベとか効率とかめちゃくちゃ上がるかもしれないからさ。そうなの？じゃあちょっと恥ずかしいけど、
覚えてたら着てこようかな。本当？結局絵のも見たいんじゃん。あ、うん、少し時間ができたから。私とやりたいの？わかった。やり方を教えて。うん。はあ。うん。